で、僕が太陽光のね、僕が熊谷で太陽光の、あの、なんだろう、仕事をやってた時に、もうそこの太陽光の営業所の、もう目の前なんですよ、その J1 が、うん。で、俺が太陽光の仕事にね、就職した時にですね、朝にこう、あれです、早く行って、こう、その営業所の、こう、全面こうガラスになってんすけど、ガラス張りなんですけど、それをこうなんかこう拭くんですよ、拭いたり、 あとは外の、こう、ゴミを、こう、ほうきで吐いたりとか、そのみんなでね、こう、掃除するんですよ、朝。そっから、掃除から始まるんですよ。で、その後なんか朝礼みたいな、ミューティングみたいなのあって。で、そっからスタートするんですけど、で、その時ね、朝に、まあ一番最初行った時に、そう、掃除から始まるんですけど、その掃除を外で、こう、やってる時に、窓ガラス拭いてる時にね、で、そ,その時に、ほら、いろんな、 みんなでこう、窓ガラス拭いたり、掃除、あの、ほうきで吐いたりしてで。そしたら、あの、あれなんですよ、そのね、そこの営業、営業所の先輩が、あそこのホストクラブ知ってるとかっつって言ってきたんですよ。あの、僕らに。で、他の同僚が、ああ、知らないっす。まああれホストクラブっすよね、みたいな感じ言って。で、俺は、あの、<laughs> なんて言うんだろう <laughs>。俺が働いてたとこやんと思って、心の中で思って。 な、な、な、何を言うんだろうと思って聞いてたら、あそこのホストクラブ、あのー、なんだろう、イケメンがいなくて、あのー、熊谷の動物園って言われてるらしいぜ、とかつって言ってて、で、それ本当のことだったんですよ。俺が働いてる時も、その熊谷の動物園って言われてたんですよ、そこ。ホストだってさえはは。はは。 一応昼の仕事やっててさ、なんかそのなんだろう。まあ、多分ホストとかにあんまり精通してないであろう人たちが、あろ精通してないであろう先輩が言ってたから、え、ホスト業界以外の人にも有名だったのかなとか思って、夜の、夜のこね、仕事を知ってる人以外にもそれで有名だったのかなとか思って。で、それで俺はもう、あの、それ知ってたから、てかむしろ働いてたから、 で、どうしようと思って、これ、反応しようかな、反応するのやめようかなと思ったけど、でもまだほら、入り立てだし、まあみんなとの絆をね、あの、笑い話で深めるために、あのー、ああ、てか知ってますよ、てか俺前働いてましたもん、笑うみたいな感じで言ったんですよ。<laughs> マジでみたいな。果たしてたんだ、みたいな。っていう話。うん。っていう話。<laughs> っていう話です。 はい、あ。あ、ラジオと思う。っていうことがあったんすよね。<laughs> はい、あ。ホストの仕事って大変なの。うん。そうだね。うん、大変じゃないですかねうん。面白い。あ、面白いですか 今の話面白かった。やった。滑らなかったっすかね。うん、すごいっすよ。だから昔働いてたホストクラブのほんと目の前だったっすからね。太陽光の営業のあの仕事がね。うんうん、そうなんすよ。 いつだったっけな多分22とかそんくらいだと思うんですけどね。22とか3ぐらいの時だからもう10年以上前っすよね。今35なんで。すごいなあれからもう10年経つんだ。うん。てから10年以上経ってるでしょ。多分俺が22か3ぐらいの子だと思うんで。はぁ、あ。 すげえな、あれからも結構経つんやな。で、太陽光の仕事やったのが、30、30とかそんくらいだったかな。もう5年ぐらい経つのかな、下手したら。30か31ぐらいだよな、多分。結構なんか時の流れって早いっすね。まだそんな経ってない気がするもん、なんかあの太陽光の仕事やってから。うん。 昔家の息子も荒くれた時、ホストで働いてた。私、通ってあげた。ああ、言ってたね、それね。<laughs> その話、前言ってましたね。うん。やばいね、それ。<laughs> それやばいでしょ。<laughs> お母さんが来るってやばくないですかうん結局なんか、息子のさ、お小遣いをさ、お店に中抜きされながらあげてるみたいな感じだからね。<laughs> お店に中抜きされながら、 あの、お、息子にお小遣いあげてるみたいな <laughs>。直接渡した方がいいだろうみたいなね。うん、まあ、働いててね、店の売り上げの貢献がないとなんか変な感じになるってのはあるとは思うんだけど。にしてもお母さんってやばいでしょ。うん、ねえ。<laughs> えー そうっすね。いや、でも、まあ、太陽光なんてもう一瞬でやめたからね。うん。3週間ぐらいでやめましたから、僕。太陽光の仕事は。うん。<laughs> 1>, 1週間でやめましたからね <laughs>。あ、1週間で3週間だ。3週間でやめたから。 太陽光の仕事っていうのは、まあ、俺はな、その、太陽光の施工販売をしている、それの営業だったんですね。だから別に俺が太陽光を設置したりとかっていうわけじゃなく、あくまで営業の仕事なんで。太陽光を、あの、導入しませんかって。もう手当たり次第ピンポン行くっていう。そう。だ別にその、作ってる側ではないんで、作ったり設置する側の仕事ではないんで。あくまで営業ですね。設置しませんかっていう。営業の方だったんで。 うん。<laughs> そ,うそうそうそう。そううん。うん。ポスティングと似てる。まあ、そうだ、イメージとしてはポスティングに近いっすかね。うん。で、本当になんか、前も言ったと思うんですけど、その、 太陽光の、なんかそういう、なんか説明受けませんかっていう、まずそのアポ取りの仕事だったんで、そう。ピンポンをして、ね、あの、太陽光の素晴らしさをこう伝えて、で、それで、まあ、よろしければ、なんかこう、太陽光でお宅の、あの、なんだろう、屋根とかで、どれだけのこう太陽光のこう発電ができるかっていうのを調査、 無料でできるんです。それをやりませんかっていう、その太陽光のそういう調査のアポ取りだったんですよ。で、それを上司に回して、上司が後日行って、えー、と日付とかをね、決めさせてもらって、で上司が後日行って、で、太陽光についてすごい詳しく説明して、じゃあ取り付けませんかっていう感じ。うん、っていう、その一番最初の、なんかそういう太陽光の説明を受けないかっていう、そのアポを取りに行く仕事だったんで。そう。 で、それをあとは上司にま、回すっていう感じだったんですよ。うん。で、ちなみに、その、なんだろう。自分が、そうやってアポを取った人が、人をなんか上司に回して、その上司がもし契約まで結びつけることができたら、その上司にも俺にも、そのアポを取ってきた俺にも、両方ともバックが来るっていう。で、ちなみに俺には、あの、太陽光の、あの、あれなんですよ。 太陽光が契約まで結びついて、自分がアポ取ってきた人がね、あの、あの契約まで結びついたら、一気につき3万円もらえたんです。で、プラス、あの、オール電化オール電化の契約も、プラスで取れたら、プラス2万円で5万円もらえたんです。一気につき。太陽光のみだったら3万。オール電化だったら、プラス2万で、プラス5万円もらえたわけよ。うん。そう。そうなんだよね。 おはようございます。うん、だ夢ありましたよね、本当に。だからもう本当取れば、あとプラス、あのー、もちろん基本給もあるんで、うん、<laughs> 基本給がね、あの20万だったんですよ。で、プラス、あの、交通費が月3万まで出て、最低でも23万もらえるっていう、プラス、 あのその契約の,その出来高でによっていくらか来るんで、うんまあ、そこのなんかね、システムがそうだった、あと研修期間中は基本給が23万だったんですよ、でそれが正社員になるとあの20万にあの基本給がだから3万落ちるんですよ、3万だけ安くなるんですけど、ただその分、そのバックが来るから、その契